グミの調合が終わったぞ。来るよ、アリーシャ。落ち着いて、普段の力を発揮してください。有限残花、ファインエコー一点突破、焼き尽くせ。有限残花、ファインエコー焼き切る。有限残花、有限ハグは縁だ、焼き付けせん。縁部滅線、有限残花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 、バニーエコー新規解放、新規解放。有限残花、バーニングエコー焼き切る。お湯まだいるぞ。全部熱戦発切る。やれば、ハグは縁だ。お湯る熱戦、さあ、ゆる熱戦、よし、行くぞ。私も勝利、一点突破、焼き尽くせ。全部熱戦、油断できない相手だったな。新規解放、ラプトリー、ハグは縁だ。一点突破、獣の昌磨は高い攻撃力に注意ですわ。一点突破、おゆる熱戦、後援一戦、はっ、よし、これで勝利だ。
これが同志ご一行の引導ですわ。剣の際皆さん畳みかけろ。浄化の総員課長を指名。まだいるぞ。逃がさない。これどうだ。はっ、まだいらっしゃっか。はっ、たコガハマン逃がさない。一刀両断。大丈夫か。みんなまずははっ、コガハマン。この槍のように私は意志を貫く。私が相手だ。剣の際襲撃。逃がしはしない。一刀両断。コガハマン襲撃。一刀両断。おとなしく。ジャスティン、剣の際これどうだ。やれたな。負けるか。終われない。慢心せずに邁進しましょう。私が相手だ。畳みかけろ。炎よ、一夜明けろ。おとなしく眠ってくれ。はっ、行きます。さあ、蹴散らす。逃がさない。おとなしく眠ってくれ。まだいるぞ。いや、行くぞ。セーバイ。こわっ。これで勝利だ。お願いします。行くぞ。襲撃大丈夫か。みんな、よし。
コガハブン逃がさない。よし私も精進せればならシンクたぁコガハブン逃がしはしない。逃がさない。おとなしく眠ってくれ。おとなしく眠ってくれ。ボタンブレこれが天族の浄化の炎。私の力など微々たるものですわ。古代語の匂いがする。今、古代語で書かれた石碑が見えたぞ。みんな準備いいか。コガハマン準備しろ。これどうだ。やれたな。さあコガハマンいるぞ。散って戦おう。はっ準撃一刀両断。これで勝利だ。弓か、儀式用っぽいね。神器ですよこの弓。神器と、そうだ、この弓が神器ってどういうもの。神器は同志と天族が行うカムイの姿を決定づける、いわばカムイの型ですわ。カムイの型。そっか、ライラの聖剣。そう、レディレイクの聖剣も神器です。それでライラのカムイは剣なのか。ねえ、ライラの聖剣を使えば他の天族ともカムイできるのかな。それは場合によりますわ。まず以前言った通り、同志であるスレイさんの主神である私の陪神になってもらう必要があります。陪神とは何なのでしょう。わかりやすく言えば、私の力の影響下に入ってスレイさんに協力していただくということですわ。もう一つ、神器の属性の問題があります。私が火であるように、自然を操る天族も一人一人扱える属性が違うのです。神器にも属性があるのなら、天族の属性に合った神器でなければカムイはできない。その通りですわ。この弓は水の神器のようですね。そしてミクリオさんは水の。さあ行こう。スレイさんはミクリオさんを陪神にしたくないんです。なぜだ。私を重視にしたのと同じことだろ。アリーシャは必要としてただろ、自分の夢のために同志の力を。けどミクリオは。
ず勝利してみせる。畳みかけろ。瞬撃まだいるぞ。剣の血、剣の血は、おとなしく眠ってくれ。剣の血はおとなしく眠ってくれ。実戦経験が自信につながる。さあ次だ。これが運命なのですね。このまま順位で畳みかけろ。まだいるぞ。みんな任せたぞ。長くはシーク。まだいるぞ。この勝利を糧に先を進もう。石はまだ見てないかも。みんな準備いいか。コガハマン、これどうだ。コガハマン、まだいるぞ。これどうだ。遺跡が俺を呼んでいる。必ず勝利してみせる。コガハマン、おとなしく眠ってくれ。炎よ、敵を呼び寄る。成敗。どうだ。そうですね。大丈夫か、みんな。お見事です。剣、よし、決める。これどうだ。これが天族の浄化の炎。私の力など微々たるものですわ。みんな準備いいか。剣はシャッカ、剣の血は進撃。一刀両断。おとなしく眠ってくれ。大丈夫です。コガハマン、逃がさ。おとなしく眠ってくれ。剣はシーク、ヒートレッド。剣の血はでしょ。やっとした。慢心せずに邁進しましょう。アリシャ、おいそ。どこ。上だ。姿さえ見えれば。ダメ、こいつは毒を。アリシャ下がってて。ライラ、はい。フォエスメイマハグはエンダー。合格そうなら実が飛びやすいですわ。一戦突破。
ゆるめいが一点突破焼き尽くせ決める一点突破焼き切る行くぞ春の炎弾させるかよっ無駄だハグはエンダンおゆる滅人全部滅天ハグはエンダンさあこちらおゆる滅人はゆる連絡一点突破おゆる滅人ハグはエンダンこいつらカムイの攻撃を期待性を持つ強魔のようです私の力でなあまだこんなにくそツインフロー見くりよタイミング良すぎだろうライラ陪審契約をよろしいのですかおい見くりよ確かに僕は手堅いくせに意地っ張りだああ認めるよ陪審になることだって意地を張ったさ。けどスレイは、肝心なことを分かっていない。分かってるよ。だからお前を巻き込みたくないんだ。うぬぼれるなよ。は？思ってるのか？自分だけの夢だって。スレイ！ミクリオ様に答えて！アリーシャさん、声が？俺たちの夢だ。さあ、ライラ！わかりましたわ。静筆なる流れに連なり生まれし者よ。ミグリオ、ライラ！今、ちぎりを交わし、我が高校たるたけり、正常へ至る輝きの一助となる。何時、承諾の意志あらば、その名を告げ。無のは省略！省略？いけますミクリオさん、スレイさんにまだそんなのとっくに知ってるってもう行くぞミクリオさっさと終わらせよう総力戦になるだみんな行くぞじゃん早急一点防御が薄い崩壊のこれが俺たちのカムイスレイ狙いは僕がああタイミングは任せろ青の4連マイチル全てを貫け青の4連マイチル早急の注入させるか大丈夫かみんな行きますかけろ行ってらっしゃい2月はアイトかけろ行くぞかけろまずは一応当てられたまいどうですスレイ2月はアギト爽快の発生よし全てを貫け行くぞ2月はアギト爽快の発生青の4連マイチルさあやれたらかけろまずはマイチル行きます2月はおとなしく眠ってくれまだいるぞ青の4連すごいよスレイミクリオ様あら解除できたんですねそういえばなんか自然にどうして急にいいじゃないか理由なんてとにかくカムイを自由に操れるようになったってことだろようやく一人前ってわけだねうっせえなるほど解除できなかった理由はそういうことでしたのねミクリオありが礼なんかいらない僕の夢のためにやったんだから分かってるってなんだか羨ましいですねアリーシャさんあなたはいお声だけでなく姿も見えるようにアリーシャ天族が見えるようになったの
きっとスレイの力が強くなったからだな。少しは勝ち目が出てきたかな、最下の剣手ってやつに。スレイ、ライラ様、ミクリオ様、助けていただいて感謝いたします。いや、なんでもないよ。この程度いらないんじゃなかったっけ。お礼。心配なさそうですね。さあ、滝はこの先です。清らかさは十分です。ミクリオさん、この水を凍らせることはできますか。ああ、多分。では凍らせて聖堂に持ち込みましょう。氷は汚れに染まりにくい性質があるんです。わかった、やってみる。ありがとうございます。これくらいあれば。これが溶けてしまう前に残りの問題も解決しないとですね。な、ライラ、今のって大地の記憶ですわ。やっと反応しましたね。つまり実際にあったこと見たか。ミクリオ、天意見文録を書いてた。ああ、さっきの人が作者なんだ。大地の記憶は他にもあります。手に入れれば過去に関する知識を得られるはずですわ。なんか興奮してきた。やっと一つ終わったんだ。そんなに気負うと体が持たないぞ。ああ。って、おい！スレイさん！すごい熱。ミクリオさんと契約した反動ですね。宿に戻って休めばよくなりますわ。僕がおぶってくよ。スレイを冷やす用の氷も作らないとね。熱下がったみたいです。たった一日で順応するなんて、私の時は3日もかかったのに。才能あるんだな、同志として。ミクリオさん、そうそう、手紙助かったよ、ライラ。おかげでみんなを追いかけられた。趣味なんですの、お手紙書くのが。目が覚めたか、スレイ。そっか、また倒れちゃったんだ、ミクリオが。おかげで腰が痛い。
スレイが浮いているように見えてね。宿には手品師だと説明しておいたよ。騙すのは苦手なんだけど。無理をしないでください。まだ寝ていた方が。俺なら平気。凍らせた水が溶ける前に地の主と聖堂を祀る人を探さないと。ですけど。同志は言っても聞かない。それをフォローするのが仕事だろ。主神と陪神と従子の